ャースでは、初のサヨナラだ。試合後の一問一答、自分の仕事をドジャース3にレッツ、日時間20日ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は19日、日時間20日、4どころ地、レッツ戦に、2番、指名打者で出場し、延長10回に移籍後初となるサヨナラ打を放った。サヨナラ打は、エンゼルス時代の2020年9月4日、同5日のアストロズ戦、以来2度目となった。4打数2安打1四球1打点で、打率は、353に上昇。チームは3連勝を飾った。試合後の一問一答は、以下の通り、ドジャース初のサヨナラヒットでした。ああいう状況で打てたことが、次の打席、明日以降にもつながると思うので、素晴らしい瞬間だったと思います。今週末はスペシャルだった。はい、特別な週末だったかなと。ボブルヘッドデーでは打てなかったので、それ以降もしっかり打ちたいなと思っていたので。こういう形で打ててよかったと思います。最後の打席の考えは、まさに長打ではなくて、単打を打つスタイルというか、そういうバッティングだったので、良い結果になってよかったです。厳しいコースだった。初球も良いところでしたけど、そこは見送ってよかったのかなと。その前のスライダーだったりとか、そこら辺をしっかりファウルにできていたのが良い結果につながったのかなと思います。冷静だった。ゾーンの確認だけしないといけないので、毎打席どういう状況でもそれだけは徹底して、それができてれば良い結果でつながるんじゃないかなと思います。タイブレークで8番から始まった。僕の前で終わるなら、それはそれで良いことなので、それで良いかなと思いました。回ってきたので、自分の仕事、自分のバッティングをしっかりしたいなと思いました。率を残せている。元的には、どの打席も、元的なことは変わらない。ボール球を振らずにストライクを振っていくという、作業自体は変わらない。その状況、状況に合ったバッティングはあると思うので、その状況に合ったバッティングをできれば、必然的に率も残ってくるのではないかなと思います。フルカウント編集部。